レデューク、ハイブ、紹介しよう。ラボエイトの最高傑作、ピーコックじゃ。これがプロジェクトピーコックですか。計画書は見ましたが、恥ずかしながら私では理解ができませんでした。では私が説明してやろう。プロジェクトピーコックは1体ではなく2体の合成パラサイトを使用しているのじゃ。ラボゼロでも似たものを作ったようだが、体と同調させるためにかなり無茶をしたらしい。合成パラサイト2体？魂の汚染制御も大変そうね。確かに。しかし適切なセオライトバランスさえ保てれば、将来はより多くの移植が可能になると考えておる。まずアーガスシステムは戦場全てを把握できる上、スカルガールの体を破壊できるよう調整した強力な Z 線を目から発射できる。おい博士、うるさくてテレビが聞こえないよ。エイブリーユニットは正直まだ不明な点が多い。もともとは彼女の体とラボエイトの武器保管庫をつなぐために設計したのだが、彼女は今も我々の想像をしのぐ使い方で可能性を広げてくれとるよ。ジギーラマネー、今いいとこなんだよ。この満身創痍の哀れな孤児が今ではスカルガールを倒す最後の希望となったのじゃからな。ボスは風呂にでも入ったのか。だいたいなんで歯磨いてんだ。金属磨きか。そりゃそういった日常的なワンシーンがあったんでしょうけど、そんな誰得シーン見せても意味ないからね。帰ってプロレス見なきゃ。あの名レスラーベオウルフが復帰するって話だ。怖っ。みんなちょっと待って、エイビアン博士から通信が。ピーコック裏切った。攻撃を受けて。博士が危ない。遅かったか。パトリシア、今の聞こえたか？あれは博士の声だ。博士、一体誰がこんなことを。ラボゼロのバレンタインが裏切ったんじゃ。彼女はスカルガールの手下になった。奴らはどこに向かったんだ。ニューメリディアン。他の者の安否を確かめたら追うんじゃ。お前ならみんなを守ってやれる。お前ならきっとスカルガールを倒せる。行っちまった。野郎ども、用意はいいか。私を怒らせたこと死ぬほど後悔させてやる。怖っ。見つけたよ。スカルガールはあそこだよ。待って、そんなはずが。マリー、彼女がスカルガールなのか。申し訳ありません。マリーとの再会はしばしお待ちください。彼女は大聖堂で大切な仕事があるのです。もう一人のピーコックだって。私には堂々鳥にしか見えないね。絶滅させてやるよ。エイビアンの遺産はここでついえるのです。最終兵器がやっと来たわね。まさかダブルを倒せるとは思わなかったけど、心配はいらないわ。すぐにあなたを死体袋に入れてあげるから。なんで裏切った。私たちの研究所はどっちもスカルガールを倒すために頑張ってきたはずだ。なのにお前は。お子様に説明するつもりはないわ。私たちはエイビアン博士の研究を止める。そしてそれももう終わる。まさか生きてここから帰れるなんて思っちゃいないよな。少なくともあなたに決める権利はないわね。認めてあげる。あなたは面白い相手だったわ。でもエイビアンの甘さに染まった以上、もはやゴミでしかない。ダブル、ラボ8最後の実験の後片付けよ。甘く見てると痛い目見るぜ、姉ちゃん。ぶっ潰してやる。裏切り者には死を。というわけよ。あの世で博士に詫び続けな！健康診断の時間よ。Cameras rolling and action。注射の準備はいい？包帯がいるわよ。そうはいかないわ。そうはいかないわ。やめときなさい。パトリシア、あなたはここへ来るべきではないわ。心配しないで。もうすぐやるべきことが終わるから。は？心配するなだって。胸くそ悪いお約束の塊に取りつかれて殺戮マシンになっちまったあんたを止めるために私は作られた。そしてあんたは私にはかなわない。マリを心配するに決まってるだろ。パトリシア、見て。あなたにはわかるでしょ。まさかこの世の悪、ロンメルグラッドの奴隷商人たち、奴らの親玉であるメディチマフィア、皆滅びるべき者たち。パトリシア、お願いだからここから去って。私、あまり長くあなたの安全を保証できないわ。それはできない相談だってのは分かってるだろ。あんたが今でも中にいるやつを必死に抑えてるのは分かってるよ。でもいつか負けた時、こいつらやそれ以上の悪になっちまう。私にはあんたをぶっ飛ばしてスカのハートを引きずり出す以外の選択肢なんか残っちゃいないのさ。これが終わったら、全てが終わったら、また一緒にパイを食べよう。あの頃のようにな。でもあんたも十分よくやったよ。願い事すると思った。私はすでに最強なんだよ。愚かな子よ、これで終わったと思うの。これでいいんだろ、マリー。ええ、パトリシア。あの日、逃げてしまってごめんなさい。あなたは、私たちを守ってくれたのに、私は必死で走ってた。スカルハートを見つけたとき、私は、償えると思った。みんなを助けて、あなたをあんな目に遭わせた人たちを断罪できると思ったの。気にすんなよ。何が起きたって私たちは友達だ。そうだろう。私幸せそうって考えたんだけどさ、私がマリーの仕事を続けるよ。世界救っちゃったし、テレビは再放送の時期だし、特にやることもないしね。何よりマフィアのバカどもをぶっ飛ばすのも楽しそうじゃん。それは、素敵ね。ありがとう、パトリシア。最後に、あなたに会えて、本当に、よかった。あと2人。キャリア、なんとかしろ。ここまで来ちまった。あら、ライガーが子供を実験材料にしてるって噂は本当だったの。ずいぶん落ちぶれちゃって。まあ黙ればば。せかすつもりはないけど、さっさと型をつけようぜ。一晩中あんたんとこのチンピラどもをぶっ殺し回ってるんだ。そろそろ寝なくちゃお肌に悪いだろ。そうね。じゃあ私が永遠の眠りをプレゼントしてあげるわ。